であのこのねこの上でですねあしが下で寝てる時傷にうなされて寝てる時にですねモろがですねこう上でいたわけですよね。であしたが起きてきた時にですね「お前が一言でもう,、ま、うなり声を上げようものなら噛み殺してやろうと思ったぞ」とかって言うんですけどもあのこれどういう意味かっていうとアシタカは右腕が呪われているわけですね。 で、あの、モロもですね、えー、エボシのですね、鉄の銃弾にやられて、今死にかけてるんですよ。で、両者とも全く同じなんですよ。両者ともお互いに、たたり神になりそうなものを抑えてるから、余計苦しいんですね。この痛みでですね、呪いとか恨みを持てば、二人とも簡単にたたり神になれるんですよ。でもその、それを出さずに耐えていた、なんだろうな、あの、明日かっていうのを見て、モロは、 自分も同じくですね、この痛みを、あの、なんだろう。たたり紙にせずにここで死んでいこうと。でも、エボシの頭だけは噛み砕いて死ぬっていうふうに言ってるんですけど。だからそこでなんか自分と同じように任せれる男っていうふうに、まあそのアシのことを見たんですけども、そういうのがね、全く書いてくれないわけですね、相変わらず。このアニメの中では。そうではなくて、 なんかね、モロの一番怖いセリフばっかり言うから、すっげえ怖い婆さんみたいに思えるんですけど、めちゃくちゃですね、いろんな人を観察している、すごい役が立っているんですね。だから、その、いろいろ聞いた後の三輪明宏はものすごい喜んで、うわ、そういう役なんですね、っていうふうに喜んで、喜んで、えー、でも書いてないですね、っていうふうに言うとですね、<laughs> 宮崎派が書かないんですよ、っていうふうに嬉しく、嬉しそうにやり取りするっていうのも、まあ、この VTR の中にあります。